はい。これは皆さんに相談なんです。えー、っとね、ある女性。ただ、まあ、地域を言っとかないといけないですね。ここの、うん、愛知県です。愛知県っていうことだけ言っときます。で、これはどういうことかって言ったら、まあ、ある作業所で、まあ、荷物の検品とかっていうようなことと思ってください。商品とか荷物の検品の、えー、派遣で仕事をされている、えー、女性です。 年齢は私に近いぐらいかなっていう。うん。っていう女性が、まあ、セクハラ行為をされた。作業中に、えー、いきなり、えー、胸を揉まれたっていう。で、どういうことなんですかっていうような状態で、会社とか、会社とか本人とも話しているけども、場所が変わったどうのこうのっていう風になったり、まあ、あの、本人が、あの、要するにその相手のところも、もう、この会社に来させないでください。 あの、こういう風でっていう風になってたんだけど、どうやら派遣で行ってて中で本人さんも出入り禁止みたいになっちゃったと。で、一旦は話がついたみたいになっていたものがもうそこで納得しちゃったんだけど、うん。でも今になってそれが、えー、去年の7月とかの話です。今になってやっぱりどうしても我慢できない。この場合、太郎さんどうしたらいいんですかって相談です。だから、まあ今回の一連の何か似てますよね。 えー、性被害加害。まあ、そこまでではないけど、でも、触られて気持ちがいいもんじゃないわけですよ。嫌なんですよ。でも、その時はいいと思ったけど、後になっても、半年経った時に、どうしても我慢できない。で、じゃあこれ、正直言って、警察行く話じゃないですよね。でも、作業中に、仕事中にいきなり胸を触られたってことは許しがたい事実ですよね。はい。で、簡単に言うと、 どうしたらいいでしょうかって言って、私も困っちゃったんですよ、実は。そうだよね。どこに行って話せばいいのって。で、会社とかにも当然話したそうなんですが、その時はうやむやみたいに、コンプライアンスだとか、やれなんとかって言ってるけど、この方派遣で言ってるんで、正規の社員じゃないんで、やっぱり言いにくいっていうのもあって、その時は、じゃあ、あの、カメラ、ええー、 があるので、結局、安全保安上のカメラがあるから、それを見れば事実がわかるとか言ったんだけど、なんか、うやむにゃにされて、じゃあ、その相手も、ここの部署から飛ばすからなって、ねって言われたって。本人もそこに行かないからっていう風になってて、違うところに派遣先に行ったら、本人の席がそこからは、出入り禁止みたいになってたっていうことでも、うすごい屈辱的に感じた。でも、どうにもならないじゃないですかって話で、うん、あの、 すごいかいつまんで話すとこういうことなんですね。うん。いやー、私もね、これ、パッと検索しました。そうすると、弁護士相談え。セクハラは弁護士とそれは弁護士が儲かるだけじゃんって話なんですよ。で、私も、これ、弁護士さんとか知り合いいるけど、いや、これ聞くと、だって弁護士さんって結局無料でやってるわけじゃないし、 じゃあ、動けば着手金どうのこうのってやっぱり何十万単位かかるけど、そこまですることじゃないし、じゃあ、この方が派遣でこういうふうにって言っている以上、そんなに、じゃあ、弁護士費用が払えるんだったら、スッと。右から左で。そんなことになってないわけで、それじゃないんですよ、そうん。で、じゃあ、 国の機関だとか何とかってなるんだけど、で、なんで、その愛知県って言ったのが、愛知県の、で、言うのは私がもう言ってくことで、男なんで、セクハラで男だから、だからこれ以上言えないんで、どういうところに、結局私が代弁して言ってくことは不可能に近う。あんた誰何ってなっちゃうんですよ、結局。ね。弁護士でもないし。となると何かいい方法が、まあ、本当にこれ女性の方でこういうことだよっていう知恵がある方がいると思うんですよ。 まあコメントでもいいですし、私の DM でこういう機関にこういうところに相談するといいですよって、いうふうに教えてくれませんかねちょっとこれ。私もさすがにそれは今までやったことがないですし、警察とかそういうところの交渉事だのわかるんだけど、そのもっと手前ですね。多分これ警察に行っても警察の人も困っちゃうと思うんですよ。事件にしたいわけじゃないんです、これに関しては。うん。 じゃあ、この思いをどうすればいいんですかって話なんですよ。で、っていうことは、黙っとけってことですかって、もう我慢しろっていうことなのかっていう結論ならそれでもいいです。でも、この方は、もう僕もこれ結論出せないなと思ったんで、えー、やりとりの中で、 えでは、あのー、サブチャンネルの動画で、えー、皆さんにお伺い立て、お願いして聞いてみますって言ったら、もうそれだけでも気持ちは晴れました。ありがとうございますって言ってくれてるんだけど、そうじゃないよねって話なんです。だから、わざわざ本当はこれをこういう風にしたっていうのは、この、ね、今回の松本さんの騒動とは全然違いますよ。でも、ことの本質はよく似てませんかね。ね。 その相手人の男性に問い詰めたそうです。何回も。やりましたよね。なんで謝って、覚えてないやってないって言うんですよ。そんなことはなかったって言うらしいです。で、そうやって言われちゃったら、証拠なんか出せないんですよ。本当に、だから、この方は私がこれを話してることを思って、太郎さんなら分かってくれると思って、誰にも相談できないんでっていう話。誰にも言っても言えないからっていう。 ましてや、ご両親と一緒に住んでるけど、親には言えないって言ってるんですよ。こんなことは。ね。この事実だけでも分かってほしい。なのに、ね。なのに、もうちょっと進んだことなら、もっと言いにくいよっていう現実を知ってほしい。で、そして、この方法、何か解決する方法、本人が納得するような相談窓口、それを聞いてくれる先、 何をどうこうして欲しいなんて言ってるわけじゃないんですよ、これ。別に金がどうこうなんて誰も。だけど金だろうとか違うんですよ。このもうもやもやした思いと屈辱ですよ。ね。恥ずかしめを受けたっていうことの怒りをどこに持ってったらいいか。ね。おじさん。ね。教えてくださいよ。ね。ね。うん。 私のに対して反対の気持ちを持ってる。この野郎、超き太郎、お前。あげや、何言ってやな、こいつっていう人、この件で教えてくださいよ。うん。我慢しなきゃいけないのかなっていうお話です。以上です。はい、なんと、チャンネル登録、よろしくお願いしますって言いながら、もう6万人。だから、5000人ぐらいになっちゃったんですよ。ここの1週間、2週間で言うもんですね。チャンネル登録、お願いします。 まだね、これ皆さん、バン見てください。ね。こんな風ですよ。チャンネル登録してない人がほとんどなんですよ。このサブチャンネル。ね。だからまだ、まだ、まだまだ伸びしろがあるぞ。まだまだいけるぞ。ね。見てください。ね。チャンネル登録、未登録が71.8%。ね。チャンネル登録済みが28%。っていうことは、まだ伸びる。ね。皆さんお忘れじゃないですかチャンネル登録してください。ただなんで、無料なんで。よろしくお願いいたします。以上です。